どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回は1月に買って良かったもの、こちらを紹介していこうと思います。そう、僕、イメージでですね、ショッピンさんでミニマリズムやっているので、その物はもう持たない、買わないだったり、節約のために買わない買わない買わないとかですね、そういったイメージがついている感じなんですけども、ただ僕もいろいろとこう物を買って、より身軽に、より便利に、よりこう仕事に集中するためのアイテムっていうのをいろいろ日々ブラッシュアップしてるんです。そうで、今回はその中でブラッシュアップしたもののアイテムの中で、あ、これはすごい良かったっていうものを紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目はこちらの iWalk さんから出ているリンクミー4っていうモバイルバッテリーです。で、これを買うまでは2019年5月にカンボジア旅行をするために買ったモバイルバッテリーがあるんですけども、それ 25,000mAh 容量があるんです。カンボジアではめちゃくちゃ活躍をしてくれました。もうあれがなかったら撮影できてなかったですし、モバイルルーターもスマホも使い物にならなかったなっていうぐらい活躍をしてくれました。でもこっち帰ってきたらですね、日々のタウンユース、ちょっとした出かけの時には重くなっちゃうんですよね。めちゃくちゃ重いと。しかも 25,000mAh もいらないと。そんな容量は使わないということで、どうしようかな、どうしようかなって思ってました。なので、ああいうでかいモバイルバッテリーは、緊急時とか災害時とか、緊急避難の時にこう使おうと思って、今は、その防災バッグの中に入れてます。じゃあ、そのタウンユースだったり、もっと身軽な、でもちょっとした充電をしたい。ってなった時に、いろいろ探していたらですね、2019年の5月に博多オフ会をやった時に、そこに参加してくれた方が、ミニマリスト渋さんという方から影響を受けて、モバイルバッテリー、こういうの持ってますっていうのを紹介してもらいました。そう。で、僕もそれやっぱちょっと気になっていましたので、ああ、いいなと思って、こう調べてみたら、そのちょっと改良版、大きくなったバージョン、アップデート版が出ていたので、今回はそれを買ってみたという話です。そうで、これ使ってみたらですね、めちゃくちゃいいですね。そろそろスマホを買いますけども、今現在だと 100% の充電で朝出ますと、そしたらお昼3時ぐらいにはもう 30% がなってます。もう充電気にし始めます。もうへたっちゃってるんです。なので、そのつなぎとして、次のスマホが来るつなぎとして、そして次のスマホが来た時でも身軽に充電できるような、こういうモバイルバッテリーっていうのを、これは買っておかったなと思います。二つ目にサンディスクさんから買ったエクストリームポータブル SSD の 1TB のやつです。はい、こちらをゲットしました。それまでは IO データさんから出ているカクウスっていうハードディスクドライブ 1TB のものを使っていました。で、ずっと使っていたその 1TB が容量がいっぱいになってしまいました。じゃあ新しいの買おうって思った時に、SSD の存在は ずっと知ってました。で、値段をリサーチしていたんですけども、 1TB で3万円とかめちゃくちゃ高かったんですよ。なので、それはちょっと買えないなとも思って、ちょっとなんかしばらく我慢をしてました。そしたらこの 1TB の SSD の価格がちょっとずつ下がってきてですね、格薄の 1TB を買った値段と同じ値段でこの SSD の 1TB が買えるぐらいまで落ちてきました。なので、あ、じゃあもういいでしょうということで、これはもう仕事道具の一つとしてこれを買ってみました。はい、そしたらですね、もう早い、めちゃくちゃ早いですし、すごくコンパクトです。この動画見てる人からしたら、いやいや、ショッピン今更だよっていう風に言う人もいると思うんですけども、メモリースティックだったり SD カードと変わらない同じ感覚でこの 1TB を持ち運べるようになったというのは衝撃です。とは言っても、僕今ノートパソコン持ってなくて、デスクトップパソコン1台だけで、しかもこの家の中で仕事してるので、そう、この 1TB 持ち運ぶ必要はないんですけども、ただこれからそのノートパソコンだったりというのを、もし買った時にですね、そのハードディスクも一緒に持ち運べるっていう、この便利さ、本当に感動しました。そう、なのでこれからはですね、もうハードディスクドライブは消えていくなと、もうこれからは SSD、 このフラッシュストレージにどんどん変わっていくなっていうのはすごく感じました。はい、なので、これは本当に買ってよかったようです。
次に買ってよかったものはこちらのカナダグースのジャケットです。僕はですね、洋服に興味が全くないんです。なので洋服にお金をかけるのはもったいないと思ってましたし、洋服には一番お金をかけたくない分野なんです。そうなので、この靴下ユニクロですし、このズボンユニクロですし、僕すぐ洋服ボロボロにしちゃうんですよ。だいたいワンシーズンでもうボロボロにしてゴミ箱行きになっちゃうんです。でそういうすぐボロボロになるやつ、まあ、僕にとっては消耗品なんですけども、そこにお金をかけるのはなんかもったいなさすぎるなっていうふうに思うわけです。そう、別に価値が上がらないし、価値が増えないし、リターンも少ないしってことで、洋服にはお金をかけたくないんです。ただその長持ちするものにはお金を使っていきたいっていう気持ちはあるんです。モンクレール、カナダグース、水沢ダウン、あとなんかピレネックスとか、まあいろいろなでダウンブランドがあって、どれにしようかなって思ってました。モンクレールに関しては高すぎてちょっと手が出ないっていう感じですね。そう、ライブ配信やった時にあのモンクレールその買いましたと、22万しましたっていうコメントありましたけども、僕はちょっとそこまで手を出せるぐらいお金持ちではないので、そうちょっとあのパスはしました。そこであのいろいろこうファッションバイヤーと呼ばれる方の意見だったり、あとはその洋服の店員さんにいろいろ聞いたりとかしてですね、このカナダグースの耐久性はすごいと、ピカイチだっていうのを、まあ、僕の中でも確信を得たので、でもこれは買いました。僕これからどんどん海外に行っていろいろこういい絵を皆さんにお届けしたいなってなった時に、絶対日本よりも寒い国に、寒い地域に行く時があるんです。そうなった時にもしかしたらシベリアぐらい、まあシベリアぐらい寒いところに行くかどうか分かんないですけども、でもそういうめちゃくちゃ寒いところでもこうやって撮影をして皆さんにいい絵をお届けしたいなっていうふうにも思ってるんです。極寒の地で撮影する人のために作られたジャケットですよ、まさに僕に向けてじゃないかみたいな感じでですね、もうこれしました。はい続きましてこちらの撮影用のライトです。美人さんというところから出ているモデル VL1 というライトです。はい、でそれまで僕はそのリングライトっていうのを使っていたんですけども、なんでそれにしたかって言われたら、もうそれぐらいしかなかったっていうのが、まあ、本当に一番なんですよね。オレンジ色と白色のライトがつくはずなんですけども、白色のライトの方がつかなくなっちゃったので、あの本当に壊れてしまったなと。まあ壊れてしまったので買い替えようっていうふうに思ってました。でいろいろこうネットで調べていたらですね、まあいろいろこうやっぱ時代のテクノロジーの進化はすごいなという感じで、いろんなコンパクトな撮影用のライトっていうのが発売されていました。その iPhone7 とほとんど変わらないサイズのライトがあったんです。こうやってモニターがあって明るさを調節できたり、ケルビンを調節できるので、そうこれ1台ですごいなって思いました。でかいライトの場合って設置が本当に大変でめんどくさいなって思ってたんですけども、そうこれからはこうやって身軽にスンってスンって置けるわけなので、表現の幅が増えたというほど僕は撮影のスキルがないわけなんで、そこはちょっとよくわかんないんですけども、ただライト欲しいなって思った時にパッて取り出せる、この身軽さはですね本当に楽だなと思いました。モバイルデータのやつじゃないですけども、ライトは僕がカバンに入れて持ち運ぶものじゃないと思ってたんです。そう、ただこれぐらいちっちゃくなってくれたら、もうカバンの中にスッと忍ばせておいてちょっと外に行って撮影したいなってなった時にスッとこのライトを取り出せるわけなので、身軽にライトを持ち運べる時代になったかと思ってすごく嬉しかったです。はい、という感じでシェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。はい、本当はこういったカードケースなんかも買ったりしたんですけども、ただこれは別にミニマルっていう感じではないですし、これを買ってたのですごく身軽になりましたっていうほどでもないんです。ただ握りやすくてかさばらなくて、その肌触りがすごい気持ちいいなと思ったので買ったっていう話ですし、あとはこれワイヤレスマイクがこうやって2つあってですね、2つ同時に充電したいなってなった時に、この 2-in-1 1つのジャックにペッてさせば2つ同時に充電できるっていう、まあこういうケーブルも買ったわけなんですけども、別にこれはまあ紹介するほどでもないかなっていうふうに思ったので今回はパスをしました。そう、あとはこう健康ネタで、まあ、1月買ったものでこういったものがあるんですけども、リンゴスレモン水っていうやつですね、こういったものもあるんですけども、これは健康ネタとしてですね、しかも今回新たに1月に新しく買ったというものではなくて毎月買ってるっていうやつなんです。
そう、もうリンゴ酢レモン水がないと僕は生きていけないっていうぐらいですね、本当これ最強なんですけども、まあ、そういう詳しい話は、まあ、さておいてっていうことなので、別にこれを買ったから身軽になったわけじゃないので、まあ、今回は省きます。はい、という感じで今回紹介していましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとでも参考になりました、面白かったですと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。いろんな経営者さんだったりの話をちょっといろいろ聞いてたらですね、ショッピングとスマホを今仕事道具として使ってるんでしょと、仕事道具として使ってるんだったらちゃんとその仕事道具には投資をしなさいと、性能のいいやつを使って生産性を上げなさいっていうふうにアドバイスをいただいたんです。そうなので、そうだよねと思って、多分このスマホはいずれ新しいものに変えます。そう、ただ 5G まで待つのか、2020年春いっぱい出ると思いますので、そこまで待つのか、まあ、それはちょっと分かんないですけども、今は、とりあえず衝動買いはせずに、ひたすらネットでこの次のスマホ何にしようかなっていうのは見てます。はい、なのでもしおすすめがあったらコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。